お買い物して帰ろうね。やったー。うんまー、クロハさんとこそんな国産の軽に乗ってるんだ。あらら、ヒサメさん、何か問題でも？乗る車の価値が女の価値ってご存知ない？ないわよね、そんなダサい車に乗ってるんですもの。あら、じゃあ車に乗ってないあなたは無価値ってことかしら。やだわ、あれが目に入らないの？あれって？うわ、真っ赤な車。あの会社があなたの車？まあね、私これでもレアカーを集めるのが趣味なのよ。ヒサメさんがあれに乗ってるの見たことないけど。ていうか運転してるとこすら。いやーね、たくさんあるからたまにしか乗らないの。うっそー。国産の軽大事になさってくださいね。ローンも残ってらっしゃるんじゃない？うっざー。軽帰りましょう。うっくっく、いい気分。うわ、なんだあれ、かっけー。モーナセデスじゃん。しかも日本に数台しか入ってないレアモデルだよ。すげー、あの人が乗ってんのかな。絵になるな。そうでしょそうでしょ。ある朝、さーてモーナセデスちゃん、今日はあれ、うそ、モーナセデスちゃんがない。その頃、お墓まであと30分くらいかな。マスミ、おトイレ大丈夫？大丈夫。おじいちゃんにこんにちはしようね。うん。おい、サメさんからだ、なんだろう。ちょっと、どういうことよ。モーナセデスがないんだけど。モーナセデスって、うちの車のことですか？そうよ。今日は義父の墓参りなので乗ってるんですが。いやいや、いつもガレージに止めてるのに、なんでうちの車がガレージにないのわかるんですか？今ガレージからかけてんのよ。どうやって中に？いいから、モーナセデス戻しなさいよ。なんであんたが乗っちゃうのよ。どうなってるの？というか、なんでも何もこれはうちの車ですから。困るじゃない。今日はモーナセデスをみんなにお披露目する日だったのに。楽しみ。お披露目？困るのはこっちですよ。そんな約束勝手にされても。私が約束したの、みんながモナセデスを羨ましがるから乗せてあげるって。私に断りもなく。あんたはいなくていいのよ、私が運転するから。あ、鍵はどうするんですか？バカね、前あんたん家に集まった時、合鍵作っておいたのよ。うわ、断りもなく合鍵を。それ犯罪じゃないですか。ほら、そうやってごちゃごちゃ言うでしょ。あなたってめんどくさいのよ。だから作ったこと黙っておいてあげたの。あまりのことに次の言葉が出る早い。とにかくさっさと帰ってきなさい。帰りませんよ、今日は今から墓参りなので。墓参り？モナセデスを墓参り行く時に使わないでよ。わあ、カッパがいけ。この車は義父の形見なんですよ。だから墓参りもこの車で行くんです。今日は義父の命日なんで。義父？そんな用事のせいでモナセデスに傷でもついたらどうする気？やめてちょうだい。もっと大事に扱いなさいよ。さ、心配なく。記念日とか大事な日にしか乗ってませんから。まあ、車がかわいそう。だいたいモナセデスみたいなレアな車があんたん家にあることがおかしいのよ。私みたいなレアな車を愛する者に使われてこそ車も喜ぶってものよね。いい、車ってね、乗ってあげないとダメになるのよ。ほんと車のこと何も知らないのね。あ、そうですか。うちの車にお気遣いどうも。電話長いし、あの発音どうした？いつも止めっぱなしでモナセデスがかわいそうなのよ。よくご存知ですこと。だから私がたまに乗ってあげてたのよ。もっと感謝してほしいわ。もう嫌だ、頭が爆発しそう。電話と一緒に家を切りたい。でも、そんな勝手なことして、もし事故でも起こしたらどうする気だったんですか？いやーね、そんなのあんたんちの保険でどうにかすべきじゃない。自分の車でしょ、非常識にも程があるわ。その言葉そっくりまるっとそのままお返しいたします。いいからさっさと帰ってきなさいよ。お断りします。というか、不法侵入に合鍵の制作、無断で車を使ったこと含めて全部犯罪ですよ。なんだ話？犯罪です。あなた、どこまで非常識なの？ママ友を泥棒扱いするなんて最低にも程があるわ。最低な人に最低って言われた。やれやれ、そんな自分勝手な性格じゃ友達なくすわよ。もしママ友に今日の行いを知られたくなかったら30分以内に戻ってきなさい。いいわね。あれ、サメさん、ここで何してんの？集合場所、あっちのコンビニじゃなかったっけ？うわ、もうそんな時間か。で、どこなの、そのレアな車って？わさわさ。それが、貸してあげた友達が遅れちゃってて、今電話で叱ってるの。ちょっと待ってて。じゃあ一緒に移動しましょう。そうはさね。あ、ここってソラさんの家じゃない？お父さんの遺産らしいわさよ。いい家よね。あ
を返す時間が遅れたことを皆さんに謝罪してくれればいいわ。あくまでもモナセデスが私のものって感じで謝るのよ。いい？何を謝るのが怖いの？心配しなくてもいいわよ。その場では心よく許してあげる。怒ったりしないから。いいわね。早くしなさいよ。みんな待ってるんだから。じゃあね。ソラ着いたよ。ムム。ソラ具合悪いのか？さっきの電話何だったんだ？ずいぶん不穏なワードが飛び交ってたけど。不思議なですね。俺のモナセデスがそんなことに？お前マス。何を言ってもこっちを悪者扱いだよ。下手に逆らわない方が良さそうだな。その人もうコンビニにいるのか？え、コウジ、まさか車本当に貸すつもり？だってその人レアな車が好きなんだろ。らしいけど。じゃあ夢を叶えてあげようよ。あなた誰？お気持ちです。新種だてな感じで。そう、わかった。その頃まだなの、ひさめさん。ああ、もう空のやつほんとわがままなんだから。あ、そら、あら、そう。え、コンビニにもうついてるわよ。じゃあ待ってるわね。あいつもやっと素直になったわね。ごめんなさい、ソラさんたら本当にポンコツなんだから。もうちょっとしたらレアの車見せてあげる。楽しみよ、サニー。そして数分後。え、あれって来たのね。あなたがひさめさんですか？警察。ひさめさん、レアな車ってパトカーなわけある？情は聞いています。他人の車の合鍵を勝手に作って敷地に不法侵入して車を貸せと脅迫したそうですね。はぁ、どういうこと？あー、そういうことか。クロだからさっきソラさん家の前で騒いでたんだ。ソラさん家みたいな豪邸ならレアな車ぐらいあるでしょうしね。何言ってんの？意味わかんない。乗せるのは私のモナセですよ。汗と脅迫していたのもモナセデスだと聞いていますが。ちょっと署までご同行願えますか？いやよ、パトカーなんか乗らない。いいじゃない、めったに乗れないレアな車よ。ああ、珍しい車を見せてくれるってこういうことだったの？違う、わざわざ見せてくださってありがとう。そういえばおっしゃってましたね、乗る車の価値が女の価値でしたっけ？それはこういう意味じゃなくて、本当にふさわしい車ですこと。おっほっほ、うるさい、チクショチクショ。騒がないでください、ほら乗って。いやだってば。やだ。何が何なの？おかしいと思ったのよ。こうしてレアカー好きなひさみさんは念願のレアな車に乗って連れられていった。今の気分は知らん知らん。はいはい、ありがとうございました。どうやらうまくいったみたいだよ。あー、よかった。やったー。おっちゃー。にしても気づかないうちに乗られてたなんてな。傷とかつかなくてよかったよ。家のセキュリティ見直さなきゃね。後から警察に聞いた話によると、どうやらひさめさんは本当に乗っていただけらしい。今日こそ運転してみようかしら。いや、やっぱまだその時じゃないわ。練習してからかっこよく乗りこなせなきゃ。別に怖くなくないわよ。だからメーターもガソリンの残量も変わってなかったんだな。もし本当に運転されていたら。こんな運転しづらい車よくも置いてたわね。空のせいよ。プシュー。そう、気分変えて墓参りしようか。うん、前に。お父さん、モナセデスはこれからも大事に乗るからね。これからもヤバい人から家族を守っていきますね。あ、おじいちゃん。車も息子一家も元気そうで何より何より。